響けユーフォニアムの作中最強キャラを考察しようかなと思います。ここで言う最強とは、楽器のうまさではありません。純粋な戦闘力です。ってなわけで早速いきましょう。はい、こちらいつも通りのティア表を用意しました。E ランクが、まあ、弱くて、で S ランクがもう最強クラスということでね、早速やっていきたいと思います。大前久美子ちゃん、大前久美子ちゃんは A ランクです。はい、かなりの強キャラだと思います。まあ、個体差がそこまで広がっていない UFO の環境において最も大事な要素というのが、いかに目立たないか。もし目立つキャラだとしたら、戦場において長時間その図太さを維持できるか。そして、まあ、どちらにも言えることなんですけど、大事な時に手を汚す覚悟を持つことができるかどうか。大前ちゃんっていうのは周りに流されやすい事なかれ主義的な性格を持ち合わせつつも、2期のアスカ先輩とのやり取りからも分かるように、大事な場面ではしっかり前に飛び出す積極性もしっかりと兼ね備えている。柔軟な立ち回りに期待できそうなキャラですね。加藤葉月ちゃん、加藤葉月ちゃんはね、中学時代はテニス部に所属しており、またさらに小さい頃には空手もやっていたことから、体力や純粋な戦闘力に関しては大前ちゃんよりもは高いと思う。だがしかし、戦場において重要なのは大事な場面で引き金を引けるかどうかの判断力、思い切りの良さだと思うんですよ。葉月ちゃんってのはムードメーカーでもあることから、周りのことがとにかく大好きで仕方がない。そんなやつが人を殺せるかと聞かれたら俺は微妙だと思うから、今回 C ランクに置きます。続いて川島みどり、サファイアちゃん E ランク。はい、こいつは雑魚です。作中最弱候補だと思われます。まず背が低い点なんだけど、まあ、それはね一見不利そうに見えるんだけど、正直戦闘になった際にリーチが短いっていう欠点もあれば、体が小さいから隠密行動に優れてるっていうその見方もできるから、背が低いことに関しては一長一短ではあるんだけど、こいつの場合は髪の色が派手でものすごく目立ちやすい点だったりとか、あと戦場にみんなが放り込まれて、じゃあ殺し合い始めましょうって言って殺し合いが始まった際に、みんなこんなことやめようよとか言ってなんか出しゃばってきそうじゃん。でそんなことしたらね、真っ先に殺されますよ。で速攻で見つかって消されるキャラ筆頭だと思うんで、彼女は E ランクです。続いて高坂麗奈、強いですね。はい、大前ちゃんと同じ A ランクで置きましょう。悪目立ちする点はね、まあマイナス要素かもしれないんだけど、やっぱ先ほど言った通り、それを補ってあまりあるほどの図太さ信念を持ち合わせていた場合はそれでいいんですよ。で実際彼女はその2つを持ち合わせているだろうから、そこが機動力の高さにつながって場をかき乱すほどの存在に、まあ、なれるんじゃないかなと思いますね、私は。続いてはるかちゃんはね、まあ B ランクかな。部長だから普通は周りを引っ張っていける、まあ、強い存在なのかもしれないんだけど、アスカ先輩がやっぱね強すぎたせいで霞んじゃってるイメージがあるよね。でただその周囲から信頼される人柄の良さのおかげで、序盤は有利に立ち回ることができるだろうから、初速の強さで、まあ、B ランクに置こうかなと思います。続いて、中瀬子香織ちゃん、彼女も B ランクです。はい、一見ね弱そうに見えるんだけど、なんだかんだ言って芯のある子だし、あと他の同級生にも言えることなんだけど、彼女の学年が、まあ、一番年上だから、でそこら辺で後輩たちよりも、まあ、権威的な意味で一瞬だけ有利に立てる一面はある。そして口述するその優子ちゃんからも指示を得てるっていうのがね、個人的にはでかいと思うから、まあ、B ランクでいいんじゃないかなと思います。続いて田中飛鳥先輩、素晴らしい。彼女は S ランクです。はい、頭の回転の速さ、知識量が本当に素晴らしくて、その部内における調整能力や人心掌握術の高さ、そういった点が戦場を支配できるほどの影響力を持ち合わせていると思いますね。しかも自分に踏み込んでくる存在が現れたら、それを許さない姿勢を貫き通して、そういった防御力にも秀でている、まあ、戦場においてのね相手の距離感をものすごく熟知できるのではないでしょうか。続いて中川夏希ちゃんはねD ランクかな。うん、俺はね作中で一番好きなのはまあ彼女だけど、夏希ちゃんはね弱いよ。多分すぐ殺されちゃうよ彼女は楽に適当に生きる時間がちょっとプライベートで長すぎたし、そして何よりね、まあ優しいんですよ。それはアニメ見てる分にはいい点なのかもしれないけど、優しさは戦場において弱さとも言えるんですよ。はるか先輩やね香織先輩みたいに人が寄ってくるレベルだったら、優しさも武器になるかもしれないんだけど、夏希先輩はビジュアルが少し攻撃的だから、そういう立ち回りも個人的には無理だと思う。殺し合いが始まった瞬間からもう逃げ回ってください。続いて吉川優子ちゃん、優子ちゃんはね、B かえで悩むな、 A かな。まあ悪目立ちはするんだけど、前編通してあの力強さってのはやっぱ生存率につながるとは思うよね。周囲の信頼も意外とね勝ち取っていけてるし、ライバルである夏希ちゃんよりかは個人的にはずっと強いんじゃないかなと思います。続いて、みぞれちゃん E ランク。はい、最弱候補です。
まあ、他人に対しての警戒心の強さっていうのは学校生活において不利かもしれないんだけど、戦場ではむしろ重宝すべき点なんだよね。ただ最終的に自分の力で、あるいは他人を利用して道を切り開く力強さがいずれ必要になってくるから、そこが彼女はねものすごく弱い。普段は周囲からその助けがちゃんと入るんだけど、戦場において周りがいつも通り助けてくれるわけじゃないと思うんですよ。だから期待はできないかなって感じです。ただしリスクを気にせずに果敢に挑戦して成功をつかみに行く身の振り方は彼女にしか真似できない系統だから、まあ、強みかなとも思ったんだけど、でもじゃあそこで無理してリスクを気にせず果敢に挑戦する、それじゃあみぞれちゃんの生存率を上げるかって言われると、他人への攻撃力が高くなるかって聞かれるとちょっと微妙なんで E にしました。続いてのぞみちゃんはね C ランクです。はい、彼女はねゆうこちゃん同様活発に動いて場を動かすタイプの人間ではあるんだけど、のぞみちゃんは自分の醜い部分から目をそらさない人でありたいと思うタイプの人間なんですよ。そんなのぞみちゃんが自らの手で人を殺めた際にその罪の意識に耐えられるかっていうのが非常に気にはなりますね。続いて塚本翔一くんは A ランクです。強いですよ。理由はシンプル。男だから。男だから体力もあるし、男だからパワーもある。女はね、雷を落としたり、山犬手なずけない限り、あとはアスカ先輩みたいに頭が相当回らないと、男にはね、勝てないんですよ。だから、実際ここですね。A の中でも S 候補あります。続いて、後藤拓也くん。素晴らしい。彼は S ランクです。はい。最強格ですね。塚本くん同様、やっぱね、男だから純粋に強いってのもあるし、体格がね、全然違いますよね。ガタイの良さイコール相手をビビらせられるポテンシャル。もうこれは動物の本能として刻まれてるんだよ。自分よりでかい生物が目の前にいたら、こっちね、睨んできたら、そりゃ恐怖するって。適当にね、そこら辺にいるやつ一発ぶん殴ったら、すぐにでもみんなひれ伏すんじゃないかな。続いて、永瀬莉子ちゃんは B ランクです。はい。うん。まあ、この子自体はそこまで強いかどうかは分かんないんだけど、最強格の後藤拓也くんの、彼女ってのもあって当然低くはないです。彼女はね非常に美味しいポジションにつきましたね。続いてツバメちゃん D ランク。はい、弱いですね。やっぱガが強いキャラじゃないなら周囲の空気をいち早く察知してうまくやり過ごすみたいな受け身な立ち回りが求められる中、ぼんやりマイペースな性格ってのは完全に危機感を持った方がいい弱さだと私は思いました。続いて鈴木美玲ちゃん、彼女も D ランク。うん、正直弱いです。警戒心の強いハリネズミって言われてるらしいけど、まあ、こいつはね周囲の反感を勝手に買っちゃうところがどうしても悪目立ちしちゃうようなキャラなわけで、そこまで来たらもう図太さで勝負すべきなんだろうけど、そういう力強さもあまり感じられないからダメですね。はい。続いて鈴木さつきちゃん D ランクです。はい、まあ、こいつも D かな。なんなら E に片足突っ込んでる D ランクだと思います。まあ、ただ周りから可愛がられてるから、まあミレイちゃんよりはなんか上手い立ち回り、あ、もしかしたらできるかな。だとしたらまあ同格かそれ以上かな。ほっといても勝手にどっかでのたれ死にそうだから、まあ、警戒はしなくていいと私は思います。続いてもとむくん、こいつはね E ランク。うん、こいつは雑魚、最弱候補筆頭というか、多分男キャラのくせして作中一番弱いんじゃないかな。まず周りに対しての当たりがめちゃくちゃ強いじゃん。でそんなことするから一瞬で周囲の反感を買うと思うし、そして何よりこいつが唯一慕ってるやつってのが、あの同じ最弱候補筆頭のサファイアちゃんなんですよ。彼女に依存した立ち回りしかおそらくできないだろうし、しかもサファイアちゃんなんて戦闘が始まったらすぐに殺されると思うから、もとむくんもサファイアちゃんの首が飛んだ瞬間に一瞬で精神崩壊して廃人と化すでしょう。そうなったらもうこいつも死んだも同然ですよ。ってなわけで、続いて久石かなでちゃん、うん、まあ厳しいかな。 B だね。うん、どっちかっつうとまあ A 寄りの B って感じです。最終的には周囲の人間を簡単に切り捨てることのできそうなかなでちゃんは、まあ、必然的には、まあ、B 以上は硬いんですよね。ただ自分の本性を隠すのがやっぱそれがものすごくうまかったアスカ先輩とかと比べるとちょっと下手っぴだなと思いました。サファイアちゃんにもね、あのサファイアちゃんにも甘え方をよく知ってる飼い猫みたいな感じっていう風にね感づかれてたし、そこら辺の爪がね甘くなかったら俺は A でもいいかなと思ったんだけどね。続いて剣崎リリカちゃん、からはね憶測でしか語れないからわかんねえな。まあ剣崎っていう名前が強そうだから、まあ適当に B ランクにでも置いときましょう。続いてスズメちゃん、スズメちゃんはね D、 うん、まあ D ここら辺かな。姉ちゃんの隣に置いとくか。そうなんですよ、
スズメちゃんは姉ちゃんのことが大好き、もうツバメちゃんのことが大好きなんだけど、まあ、これもともくんにも言えることなんだけど、弱いやつを好きになるっていうのは戦場において生きるか死ぬかの環境においては致命的ですよ。弱い人間に足を引っ張られているようでは本来の力は間違いなく発揮できないと思うんですよね。だからそういう点も完備して、まあ、D ランクでいいんじゃないかなと思いました。弥生ちゃん、弥生ちゃん C ランクです。はい、まあギャグを言うのが大好きってことは分かった。もしかしたら人を殺してる最中も、まあ、ギャグを言って周りを笑わそうと、頑張るね、サイコパス的側面が見れるかもしれない。そこら辺には非常に期待しています。続いてカホちゃん。カホちゃんはね、どこだろうな。カホちゃんも C だね。うん、この子は恐ろしいことにもうどんなことでもすぐ笑っちゃうんですよ。ただそれは戦場においては、まあ、非常にいいこと。メンタルを悪くしないために常時笑っているっていうのは精神面においてものすごく重要なマインドだと思う。最終的には笑いながら人を殺せるようになってるんじゃないかな。続いて吉井沙里ちゃん。この子はクラリネットなんだね。あのクラリネットはあの細長い形状からして人を殺すのに長けてる武器だからね。まあ C ランクでいいんじゃないかな。続いて松本、道江先生。B ランクかな。うん、まあこいつはね、教師だけどただ威張ってるだけで、生徒からの信頼は思ったより獲得できてなさそうに見えるから、まあ B ランクでいいんじゃないかな。間違ってたら申し訳ないです。続いて、滝先生。素晴らしい。彼は S ランクです。はい、もうこれはねちょっとつまんない結論になっちゃったかもしれないけど、いやー最強格でしょう。でもそれにしても男キャラってのはやっぱ基本強いし、そして何より教師ってのはずるいって。あの序盤ね、みんなで殺し合いをしますってなった時に多少はみんな動揺すると思うんですよ。でそうなった際に周囲の生徒は誰に注目するか。滝先生です。しかもそれって悪い意味の注目じゃなくて、先生ならこの場を何とかしてくれるだろうっていうその淡い期待なんですよ。で序盤でほとんどの生徒からの信頼を無条件で得てしまう場面が完成されている。そっからはもう好きに命じればいいと思う。もうパッシブスキルのね、何ですかこれで場の空気を凍らせた後に、もう高坂玲奈にでもさ、生徒を全員殺しちゃってくださいみたいなこと言ったらさ、滝先生ラバーの玲奈ちゃんなんかは一瞬でみんなを狩り始めると思うし、処理が終わった後は自分の首を切りなさいって命じたら、まあ多分ね、玲奈ちゃんのことだから首切って自殺するだろうし、もういくらでも勝ちパターンを生み出せる滝先生こそがやっぱ個人的に最強キャラなんじゃないかなと思いました。最後、新キャラの黒江舞ちゃん。個人的には、まあ、C ランクだと思います。なんか奏ちゃんと2話でギスギスしてる感じが出てるから、おこいつは強いか、やり手かなとも思う人いるかもしれないんだけど、俺個人的にはあんまし強くないかなとは今んとこ思ってますね。本人も言ってる通り、やっぱズボラな性格っていうのが大きな隙を作っているように見受けられる。敵の殺気を24時間いつでも読み取らなければ生きていけない環境下において、ズボラな性格っていうのがかなり生存率を下げる結果にはなってると思いますね。はい、てなわけで、以上が響けユーフォニアム、最強キャラ議論のティア表です。まあ正直ね、3期まだ始まったばっかでいきなりこんな動画を撮ってしまったんで、3期から出てきた新キャラとかはもしかしたらここの評価の変動があるかもしれません。まあ、そうなった際はね、もうよろしければ、皆さんの意見をねお待ちしておりますということで、本日の動画は以上です。ありがとうございました。